肩のおじさんソロキャンパー半ソロご機嫌焚き火を眺め大雪はしゃいで絶景求め三ツ矢サイダーいただきますバリウマバリウマ連呼しますこじらせ一人どこへでも時にはバイクでキャンツーもこの感動あなたに届けこじこじちゃんちゃんこじちゃんねかっこいい。おはようございます。ちょっとガソリンで、あー、はい、全然。いや、この色かっこいいっすね。このグレーがやっぱそれかぶってきそうちょっとガソリン基本サンキャップなんであ、ガソリンは満タン返しでいいんですか。あ、お願いします。はい。いや、今日はエブルデイツーリングカーめっちゃいい。おお、いい音。おい、よろしくお願いします。あ、こちらこそよろしくお願いします。つよぽんです。いつものつよぽんです。毎度つよぽんです。いやー、かっこいい。新車です。新車ですよね。ですね。え、俺が初めて1キロです。うわ、ほんとほんとやん。ありがとうございます。今日もうスタートはこれやね。で、ハンカザードキルスイッチ、ハイローね。ホーン、そうか、ホーンはこっちか。最近のやつは逆になってるんで、うん、ウィンカーね。ウィンカーです。いや、かっこいい。乗りたかったよ、レブル。今日はレブルデイツーリングです。よろしくお願いします。レイです。やった。じゃあ今日ははい、気をつけて。はい、レンタルバイクで釣りに行ってます。じゃあ行ってきます。気をつけて。ありがとうございます。安全運転で、安全第一で。よし、じゃあ。はい、ありがとうございます。はい。うわ、引く。おーい、じゃあ行ってきます。あー、変な感じ。じゃあ行ってきます。おー、これね。なんか変な感じだ。シフトペダルの位置がね、違うからね。足つきはめちゃくちゃいいね。てか足つきが良すぎて逆に怖い。そしてニーグリップしにくいな、これ。ステップがね、結構横に張り出してるんでね、足開いて乗ってる感じ。ここに足乗せるんでね、こうニーグリップするとなんかこう内股でキュッてする感じですね。まあ、まあこの手のバイクはこれが普通なのかな。さあ、まだ運転に慣れませんが、今日はね、阿蘇まで行きたいと思ってます。はい、ということでね、まだ福岡市の街中なんでね、阿蘇の方に近づいたらまたカメラを回したいと思います。それでは
はい、今セブンイレブンでね休憩してるんですけど、レブル乗って、大分県の日田までね来たんですけど、今天気予報見たらですねこんな感じで雷マークがついてるんですよ。今12時24分で1時からもう雷マークになってるんで、ちょっとね阿蘇まで行こうと思ったけど阿蘇はもう断念します。で、どうしようかなと思ってちょっとまだ決めてないんですけど、もうちょっともうやばさ、マジでやばい、もう雨降りそうなんで、ちょっと福岡方面に戻る。うわやばいね、もう雨降りそう。福岡方面に戻ろうかなと思ってます。でね、せっかくね、レブルレンタルしたんでちょっとねインプレッションが少しぐらいできそうな感じの場所を探して走っていきたいと思います。はい、ということでちょっとすいません、阿蘇は断念します。よいしょ、セブンイレブンで休憩終わったんですけど、天気予報見たら雷マークになってるからやっぱ阿蘇行くのやめますって言ったんですけど、雨雲レーダー見たら雨は降らなさそうなんですよ。なのでちょっとね、せっかくレブル借りたんで写真撮りたい場所があるんでね、そこだけサクッと行って帰ろうかなと思って、今やっぱり阿蘇方面に向かい始めました。はい、でね、ちょっとねせっかくなんでね、レブルのインプレッションをねちょこっとしながら走っていきたいと思います。普段乗ってるバイクはですね、オフ車ですね、オフロードバイクに乗ってます。ヤマハのWR250R っていうね、ツーリングには最も不向きなバイクに乗って、キャンプとかツーリングに行ってるんですけど、そのね普段オフ車に乗ってるコジさんがこのレブルをねどんな風に感じてるかっていうのをねちょっとお話しながら走っていきたいと思います。普段ねオフ車に乗ってるんでですね、足つけめちゃくちゃ悪いんですよ。もう、コジさんのスペックをお話しすると、身長はですね173センチです、股下はですね平均よりちょい下ぐらいかな。もう52歳なんでね、今の若い人みたいに手足が長くはないんですけど、まあそれでもねつま先がちょんってつくぐらいはつくシートコーナーですね。シートの厚みが厚いやつをつけてるんで、ノーマルよりもシートコーは若干高くなってるバイクに乗ってます。バイクのねインプレッション動画をとかウェブの記事を見るとですね、足つきがいい悪いの話がよく出てくるんですけど、小路さん的には足つきは全く関係ないと思ってます。なぜかというとですね、バイクに乗ってて例えば1日に5時間6時間乗ってツーリングするってなった時に、足つく時間ってトータル何分かしかないと思うんですよね。まあ街中走るとね信号が多いんでね、足つくことは多いと思うんですけど、そんなに足ついてることないと思うんですよ。なので足つきは全く問題ないと思ってます。さすがにね両足つま先もつかないっていう状態はね、ちょっと不安だとは思うんですけど、つま先さえつけばね問題ないと思ってます。ちなみにこのレブルはですね両足べったりですね。
当然ながら、シート高もねめちゃくちゃ低いので、両足べったりついた状態で膝も曲がってますね。なので女性でもね安心して乗りやすいバイクかなと思いますね。いやそうそう、で今日なぜレブルを借りたかというと、最近ね最近免許取ったばかりの人とか、女子ライダー、この前小路さんの動画にも出てきてるセイラちゃんのねこのレブル乗ってるんですけど、レブルの人気ってめちゃくちゃすごいじゃないですか。そんなにいいバイクなのってちょっとねハテナマークが小路さんの中にあったんで、それでね一回乗ってみようと思って今日借りたんですけど、ざっくりした感想を言うとめちゃくちゃ乗りやすい楽ちんです。まあ、足がつくとかつかないとかを抜きにして走りだけの話をしますけど、めちゃくちゃ楽ちんです。でまあホンダなんでね、万人が乗りやすく設計してあるなという感じがしますね。具体的にどういうところが楽ちんだと思うかというと、クラッチがまず軽い、ブレーキのタッチもめちゃくちゃいい。まあもちろんね新車なんでね、まあそれは当然といえば当然なんですけど、このクラッチとかね、自分のバイクと違うバイクに乗った時って結構このクラッチ操作がね慣れるまでちょっと走りにくかったりするんですけど、結構ねラフに扱っても変な変速ショックが来ることもなく、めちゃくちゃ走りやすいですね。で小路さん普段オフ車に乗ってるんでね、このライディングポジションがね小路さんのバイクと全然違うんですけど、見えますかね、これシートがねめっちゃ広いんですよね。オフ車はねこのシートがめちゃくちゃ狭いんですけど、どっしり座れる感じでめちゃくちゃ楽ちんですね。ちょっと乗りにくいなと思ってる点を言うとですね、これ見えますかね、この両サイドのステップがね結構外に張り出してついてるんですよね。なので足を置くとね、これが普通の状態、この膝がパカッと開いた状態になるんですよ。なんでニーグリップしようと思ったらちょっと内股みたいに こんな感じになるんですよね。わかりますかね。なのでちょっとニーグリップがしにくい。まあニーグリップずっとしてるわけじゃないんでね、走ってる時はこんなダラーンとしてていいんですけど、曲がる時にニーグリップしようと思うとしにくい。そしてタンクのね、タンクのこの下に膝が入るんですね。タンクが挟めないんです、膝でタンクを挟めない。タンクの下のこのフレームのところに、膝が当たる感じですね。なのでちょっとやりにくいかな、ニーグリップが。もうこれほんとドノーマル、新車の下ろしたての状態で乗ってるんですけど、うわーちょっと雨降ってきたね。大丈夫か。ハンドルの位置がねめちゃくちゃ遠く感じます。ちょっとこれだけね辛い、小路さんからすると。こういうねアメリカンスタイルのこの形のバイクっていうのはですね、体がめっちゃくの字になるんですよね。横から見るとお尻が後ろにドーンって突き出てて、こうステップの位置もちょっと前の方にあるんで、ハンドルの位置がね結構前の方にあって遠いんで、前傾姿勢にならないと手が届かない、もしくはこのシートの前の方に座るとハンドルが近くなるけども、なんかねシートの前の方に座らされてて、なんか乗りにくいなんで乗りやすい位置にお尻を持ってくると、乗りやすい位置っていうのはね、この手のバイクお尻はもうこの後ろのこの盛り上がったところにねお尻をペタッと当てる方が疲れにくいので、そこまでお尻を持ってくると手がめちゃくちゃ遠い、手じゃないハンドルがめちゃくちゃ遠いんで、手をこう突っ張って乗ってる感じ。
がする。なので肩が前にグーっていってる感じなんですよね。なので肩周りがちょっと疲れてきましたね。まあね、ずっと同じ体勢で乗ってるとどのバイクでも疲れるんで、こういろいろ体勢をね変えながら乗ると疲れにくいんですけど、まあそれにしてもね、ちょっとねハンドルがちょっと前すぎるなという感じがします、こじさん的に。ただ今の若い人はね手足が長いんでね、これでも問題ないのかもしれないですけど、なので女性はね特にきついんじゃないかな。結構前の方にこうやって座らないと、ハンドルがめちゃくちゃ遠いんじゃないかな。こうやって今前に座ってますけど、そしたら2グリップがねマジでタンクに足が当たってないですもんね。このフレームを挟む感じ、まあ、フレーム挟んでも全然いいんでしょうけど、なんかね小路さん的にはやっぱタンクを挟みたいんですよね、そこがねちょっとね、まあ、普段オフィシャル乗ってるからっていうのもあるんでしょうけど、そこがなんか違和感がずっとありますね。あとエンジンとかね、これいいエンジンだなと思いますよ。あの単気筒エンジンでねトコ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 、あの心地いいパルス感というかね、ずっとトコ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 言ってますけど、めちゃくちゃパワーのあるバイクとかじゃないんで扱いやすいですよ。45キロとか50キロで走ってますけど、あの5速、まあ、4速に入れることないですね。5速6速でねこういうあのワインディングをね気持ちよく走っていきますよ。まあさすがに結構な上り坂になると6速は厳しいかもしれないけど、なんかトコ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 音聞こえますかね。このトコトコ感がね心地いいんですよ。なんでねめちゃくちゃ飛ばしたくなる感じもないし、この音をね聞きながら、おーいい景色だ、いい景色ですね、さすがに30キロ台に落ちるとね4速使いますけど、なんかこういうワインディングも走りやすいですよ。一つそのこういうコーナーを曲がるときにね、これステップの位置がね結構下に低い位置についてるんで、どれぐらい倒したら当たってしまうのかがねまだ全然わかんなくて怖いんですよね。倒し込むとこのステップのこの外側をねこう倒したときに道路にカーンって当たったらねどうしようっていうのがあって、あんまり深く倒しきれてないんですけど、自分のバイクじゃないんでね、レンタルなんであんま無茶もできないんで、オフ車はねステップの位置がだいぶ高いところについてるんでね、どんだけ倒してもステップすることなんてまずないんで、思いっきり倒していけるんですけど、ああそうそう、バイクをねこう寝かせて曲がるって、この倒すっていうことで言えばね、やっぱオフ車はねフロントが21インチなんですね。でっかいホイール系がでっかいタイヤがついてますけど、このレブルはねフロントは18インチかな確か。タイヤの太さもね結構太いんですよ、オフ車に比べたら。なのでフロントのねホイールの径がちっちゃいということは、スンって寝るんですよねバイクが、寝かしやすい。オフ車はねこんなにスンって寝ないんです。なのでコーナーに入る時のスンって寝かし始めがね、寝かし始めのその挙動がね気持ちいいです。スンって寝てくれるんでわかりますかね、スン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 言ってますけど曲がりやすいんですよ。ただねこのステップがね、あ今分かりますかね、足ついてこんだけ膝が曲がってるんですよ。あとね、あそうそう、あとねこのステップから足を下ろすときにふくらはぎにこれが当たっちゃいますね。小路さんはステップの位置なんですけど、
位置の問題なんでしょうけどね。まあこれは慣れかな。富士山は富士山のバイクとねステップにつけだいぶ違うんで、足を下ろすときにねふくらはぎをねこのステップに当ててしまいますね。まだめちゃくちゃ走りやすい。あと意外だったのがですね、このスタイルのバイク、アメリカンスタイルっていうかな、このシート高が低いね、このバイク。これね、さっきスタンディングで乗ってみたんですよ。うえー、うるさいバス、さっきね、スタンディングで乗ってみたんですけどね、意外とスタンディングがやりやすい。びっくりした。逆にね、スタンディングで乗った時の方がね、タンクを膝で挟めるんで、ニーグリップしやすいんですよ。めちゃくちゃニーグリップしやすい。スタンディングしやすいです、これ。思いついたところをね、ざっと喋ってみましたけど、まだね、阿蘇まであと30分、40分あるんで、また後ほどね、気づいたらいろいろ話していきたいと思います。いやー、レベルいいですよ、なかなか。あと、この色も好き。このグレーっぽいね。この色もなかなかいいですよ。これ何色って言うんかな？うん、この色もなかなかいい色してます。はい、ということで、また後ほど喋りたいと思います。さあ、南小国の方に、まだ小国町か、南小国の方に向かって走ってるんですが、だいぶ寒くなってきました。標高がね、ここ高いんでね、涼しいです。さあ、南小国に入ってきましたよ。この辺はね、うわめっちゃいい景色。いやいい景色や。この辺はですね、バイクでソロツーリングでよく来る場所なんですよね。めちゃくちゃ好きな場所、南小国。黒川温泉が有名ですね。黒川温泉があって、あと富士山の大好きな権堂シャロレーもありますね。今から行くところはね、平野台高原展望台っていうね、阿蘇五岳がドーンって見えるね、めちゃくちゃ景色のいいとこなんですけど、そこから権堂シャロレーもねすぐ近くなんで見えるんですけどね。あー、権堂シャロレーといえばですね、来週九州キャンプを再開します。やっと、9月の11日かな、それこそね、その権堂シャロレーでね、グルキャンをやるんですけど、まあ、グルキャンって言ってもソログルキャンですね。16組7組やったかな、それぐらいのグルキャンをするんですけど、やっとキャンプ解禁です。もうね、真夏はキャンプやらないんでね、もう暑すぎて。お、黒川温泉、もうこのトンネル抜けたら黒川温泉ですね。もうね、夏のキャンプはねマジでもう無理。もう無理ですね、暑すぎて。もうこの辺から黒川温泉ですね。旅館がいっぱいありますよ、川沿いとかね。うん、権堂シャロレでキャンプした時はこの黒川温泉の温泉に入るんですけど、めちゃくちゃいいとこがいっぱいありますよ、本当。いやいいね、いいねって言いながら、実はですね、動画撮ってないだけでね、
2、3週間前も来てるんですよね。まあしかしやっぱりね、あのオフ車で来るよりこっちの方がね、なんかゆったり来れますね。ゆったり運転できる、うん、めちゃくちゃいい。ちょっと黒川温泉の温泉街の方から行くかな。こっから黒川温泉ですね。え、お、やばいやばい。平日だから少ないですね、人は。風情のある温泉街なんですよ、ここ。黒川温泉はね、これから左に行くんですけど、この川沿いを走っていきますね。涼しい。ちょっと寒いぐらいありますね。いやー、もうなんか真夏は終わったって感じですね。今日9月の8日かな9日かな、うん、やっとです。やっとキャンプができる季節になってきましたね。雨粒が、雨かなこれ。なんか雫が垂れてきてますけど、おお、めっちゃ綺麗。すげえ。これゴンドーサロネの中を流れてる川ですね、多分。ああ、なんかレブルいいな。なんかこのスタイルのバイクはね、いまいち興味が持ててなかったんですけど、まあね、あのキャンツー仲間のセイラちゃんが乗ってるんで近くで見てはいたんですけど、実際自分で走らせるのは初めてですね。うん、なかなかいいっすよ。疲れにくい。ただね、もしこじちゃんがこれ乗るとしたら、このハンドルバーはね変えますね。もうちょっと手前の若干上に持ってきたい。そしたら、ね、相当楽と思いますね。やっぱりこの足つきの良さがね、逆に慣れなくて怖いんですよね。この足がね地面に近いんでね、ちょっと傾けたら足がこう当たるんじゃないかなって思ってしまうんですよね。まあ、普通のバイク乗ってる人からするとそんな変わんないのかもしれないですけど、オフ車に乗ってる人はね、これめちゃくちゃ違和感があります。走りながらでもこう足がつけるからですね、怖い。逆にお、山水がいっぱい出てきてる。涼しい。あ、ここはゴンドーサロネ来た時にいつも入ってる野の花ですね。温泉お宿野の花。この奥にね、展望台があるんですよ。あ、こういう細かいワインディングもね、ワインディングっていうか、この連続するちっちゃいコーナーも走りやすい。やっぱバイクがスッて寝るんでね、こうスッて寝ていきますね、うん、ひらひらしますね。ひらひら乗れる感じ。さあ、ゴンドーサロレの近くですね、これは。来週お邪魔しますよ、ゴンドーさん。ああ、全然曲がっていける。ああ、今ぐらい傾けてもステップはすらないんだね。ああ、はい、これを右に行くとゴンドーシャロレですね。今日は展望台に行くので左に行きます。おー、バリ涼しい。
ちょっと寒いな。もうちょっと 2,3 週間前にこっち来たって言いましたけど、もう山の色が少し違いますよ。もっと緑が深かったんですよね。あ、色が違う、木の色がちょっと茶色いとか赤が混じってきてるもんな。っていうか、こう今日レンタカーなんでね、ナビなしで来ましたけど、やっぱもうナビなくていいですね、九州圏内だったら。まあこっちね、何回も来てるんで、もう道を覚えてるっていうのもあるんですけどね。今4速に落としました。40キロで5速は登りませんね。別に任意グリップしなくても曲がりますよ、これ全然曲がっていく。うい、気持ちがいいぞ。気持ちいいね。はい、気持ちがいいです。めちゃくちゃ気持ちいいです。あー、阿蘇五岳上の方隠れてるね。でも猫だけが見えてますね、猫だけが。うわー、バーリ気持ちいい。いやー、着きました。うえい、うわー、あ、向こう雨降りようやん。阿蘇五岳の方雨が降ってますよ。よし、到着。よいしょ。はい、着きました。阿蘇五岳です。どうですか。すごいですね。あの一番左が猫岳、あのギザギザのね、稜線がギザギザになってるのが猫岳で、あの雨が降ってそうなところが高岳、中岳かな。あのお釈迦様がね、こういうふうに横たわって寝てるように見えるんで、涅槃像とも呼ばれてますね。どうすかこれ、この景色素晴らしい。で、あそこにね、赤い屋根のサイロがありますけど、あれがゴンドーシャロレですね。来週お邪魔します。いやー、最高。最高だ。そしてレベルも最高です。お、かっこいい。阿蘇五岳バックに。よし、写真を撮って帰ろう。
そこが綺麗に見えてますね。ちょっと曇ってるけどね、方角の形が出てますね。ここはね、平野台高原展望台っていうね、めちゃくちゃ景色のいいとこですよ。今回レベルを借りてツーリングに来ましたけど、免許取り立ての方とかね、リターンライダーの方には結構いいバイクです。乗りやすい、めちゃくちゃ乗りやすい。ただね、小路さんの場合はね、ちょっと悪路を走ったりするので、小路さんのバイクの選択肢にはないかもしれないですね。はい、ということでね、今回はホンダのレベル250を借りて、朝までツーリングするという動画でした。小路さんはね、バイクにめちゃくちゃ詳しいわけではないので、細かいインプレッションはできませんが、普段オフ車に乗ってる小路さんがレブルに乗るとどんな感じなのかっていうね、その辺をお伝えできればいいなと思って撮ってみました。9月もね、9月8日なんで、来週からキャンプ再開します。もう秋キャンプですよ。はい、ね、今回初めてこの動画をご覧になった方は、いつもはねキャンプ動画を上げてるんで、こういうツーリング動画はね、夏のねキャンプをしない時期に、こういう動画を上げてます。あとね、時々バイクに乗ってキャンプツーリングとかっていうのもやってるので、もしよろしかったらチャンネル登録よろしくお願いします。それからいつも見てくださってる皆様ありがとうございます。ずっと前から言ってる帽子がやっとできました。ベージュのね、ちょっと画面じゃ白っぽく見えるかな、ベージュの、今回この帽子用にね、このロゴを作りました。これはね、こじチャンネルの KJ を手書きで書いて、こじチャンネルアウトドアーズっていう風に書いてます。これ後ろメッシュじゃなくてコーデュロイみたいに見えるね。これ別にコーデュロイじゃなくて普通の、なんていうかな、普通の生地なんですけどね。はい、これ間もなく販売しますので、もうしばらくお待ちください。はい、ということで今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。次回の動画でまたお会いしましょう。